丹羽くんは2億円の売り上げを、はい、まあ、本来2000万のところを2億円の売り上げと間違えて、はい、バシさんに激しく怒られた。怒るよそりゃ、怒るよ。売り上げ2億円の結構あるなと思って、2000万と間違えたな。でかわいそうに思った優しい仲間たち、当時のね、はい、仲間たちが、みんなで、はい、宝くじを買ってあげた。穴埋めできるようにねと。これ俺覚えてる、すごいすごい覚えてる。本気で怒ったんですけど、2億円で、あの絶対間違えちゃいけない数字を間違えたんですよね、報告用とね。そうですね、ありえない数字をね、2000万のところが2億円足されてて、これでお前なと、もう2億で報告してると、もう言っちゃってると、数字後はと、どうなんだとこれという話で、お前2億持ってこいっつったいいから持ってこいっつった知らんと。それでね、みんなね、あのかわいそうに思ったから、宝くじでこれで2億当たるかもしれないから丹羽くんこれで頑張ってっていう風に当時言ってもらったのね。じゃあすごい覚えてるわこれ、うん、あったちょっと 僕もですね、実はその時、あの実はその時ですね、トヨタカップだったんですよ。トヨタカップのその試合を見に行く、サッカー好きだから、そうですね、トヨタカップの試合を見に行く予定の日だったんですけど、まあそのミスが発覚しましてちょっとショックのあまりにですね、あの行く気力がですね、行く気力がなくなりました。あの世界最高峰の、はい、ね、はい、クラブ選手権と言われるトヨタカップ、はい、心待ちにしていた、チケットも高いですよ。それがもう見る気力がなかった、たどり着けたから。なるほどね。そうですね、まあそれはもういろいろあるよな、うん、まあいろいろと、そういう意味では皆さんとは私長い付き合いでございますけどもね、はい、